ょっと現場のチームの方の確認取材が長引いておりまして、ちょっと開始時間が少し遅くなりますけども、申し訳ありません。よろしくお願いします。マイクの手続きです。受けた。種類出してほしい。
ちゃう。そうなんだ。そう。下がるから。あ、選手。あ、そうだね。もう女選手と行ってもいいけど。
Thank you.
大変遅くなりまして申し訳ありません、本日はお忙しい中お集まりいただき、また急な会場変更にもご対応いただきまして誠にありがとうございます。司会を務めさせていただきます大分フットボールクラブ佐藤です。どうぞよろしくお願いいたします。始めさせていただく前に、携帯電話をマナーモードにご協力をお願いします。それではこれより高松大輝選手の引退会見を始めさせていただきます。まずはじめに高松大輝よりご挨拶をさせていただきます。この度 お集まりいただいてありがとうございます。引退することを決定しました。ファンサポーターには13日の試合の後に報告したいと思います。質問される方は挙手の上、会社名とお名前をお願いいたします。高橋さん、防衛メンバーです。よろしくお願いします。引退を決意された理由等があれば教えていただきます。ここ数年、自分の思うプレーがなかなかできなくて、まあ、その理由もありますし、この機にチームが一致団結して J2 昇格できればいいと思い決断しました。NHK の林と申します。今心境はいかがですか？そうですね、この大事な大事な時期に自分の都合で引退会見をさせてもらって、チーム、選手、関係者には感謝しますし、まあこの機に本当にね、 J2 にチーム一丸となって上がれればいいと思います。次でいいですか？プロは17年間でサッカー選手でも現役をおそらく30年間ぐらいサッカーをされてきたと思うんですけど、はい、引退っていう実感っていうのは湧いてるんですか？まだ現実を受け止めてないところもありますけど、まあ自分で最後は決めたことなんで今は悔いはありません。はい。大分放送の佐藤です。この17年間の現役生活で一番印象に残る試合だったりプレーはどうなんでしょう？
やっぱり大分でタイトルを取りたかったんで、ナビスコの優勝が一番の思いですね。はい。フリーランスの井上です。お疲れ様でした。一番初めに、引退、誰に報告したのかというのと、まあ、その方がどのように答えたかというのを教えていただけます。まずはやっぱり妻に。妻に報告しました。奥さん、何と言われますか？いや、ここまで長くできたの、17年間できたら、できたからいいんじゃないってことって言われましたね。ヒルグラスの日暮らしです。お疲れ様でした。まあ、現役、大分でデビューされて、まあ、1年間レンタル移籍はありましたけども、ずっと大分トリニータというチームでプレーすることを選び続けてきて、その中でやはり大分にこだわり続けたその理由、そして今振り返ってそのサッカー人生いかがだったか教えてください。やっぱり高校から入って何もわからないけども、ね、トリニータが育ててくれて、何か恩返ししたいっていうのもありましたし、それはタイトル取ることだったと思ってたので、まあそれでね、ナビスコ優勝できて一つの夢が叶ったのと、まああとはね、このチームでまたリーグ戦を優勝したいっていう時に J2 に落ちてしまって、まあ責任感じゃないですけど責任に感じてたので、まあ自分が先頭になってやっていけばいいなとずっと思ってたんで、まあ本当いろんな人がね迷惑かかってたと思うんですけど、すごく自分にとってはいい人生だったと思います。サポーターの声援は岡本選手にとっても大きな力になったと思いますが、今振り返ってみてサポーターとはどういう存在だったんですか？いやもう本当に家族みたいなもので、ね、いい時も悪い時もすごい応援してくれてましたし、まあ、本当に感謝の気持ちしかないですね。プロに入ったときに17年間の生活をこれだけ長くできるっていうのは想像していましたか？いや本当に全然想像してなかった。もう 2,3 年できればいいなっていう気持ちだったんで、それが本当にねここまでトリニータのおかげで長くサッカー人生できたんで本当に幸せ者だし、 ここからね恩返しできていければいいなと思います。チームの施設です。お疲れ様でした。もうちょっと具体的に伺いたいんですけど、引退を決断されたのは何月頃なのか。そうか。先ほどマジックのプレーで、いつ頃からそういうふうに思い始めたのか。いや、ここ数年は本当にね、怪我もあって、なかなか試合にも絡めてなかったですし、本当に今年の最初からはもう自分ではもうほとんど1年かけてやってましたし、 J3 に落ちた時にもちょっと本当ね自分の責任で落ちたんで、そこを取り返して1年で頑張ろうという気持ちでしたけど、やっぱりなかなか怪我の状態が良くなかったんで、もう決意したのは最近ですけど、まあ、最近っていうかまあ何ヶ月前かですけど、まあ今年の最初からもうラスト1年の気持ちでやっていましたけど、
共同責任を果たします。お疲れ様でした。プリンター歴史統計だけじゃなくて、日本代表としても取り組んで、ご活躍されたと思うんですけども、代表での思い出とかどういうのか。やっぱりオリンピックに出れたことは本当に自分にとってサッカー人生にとってもすごく、ね、いいことだったので、本当にあの経験がなかったら今の自分はないと思ってるので、本当に代表ではすごくいい経験させてもらいました。具体的にこう、なんかどんなことが学んでいるのか。なんかというかやっぱり世界とのレベルを感じられたことが多かったので、そこでね、学んだことをチームにトリニタに持ってこようと意識の部分がすごく変わったんで、サッカーに取り組む姿勢だったり、やっぱりそういうところを本当ね、もっと自分が他の選手に伝えていければよかったなっていうのもありました。ありがとうございます。NSK の林さんです。チームとしては残り2試合、はい、優勝にまだかかるということで、チームに対する、気持ちというかメッセージみたいなものをちょっとお願いできます。本当にこの大事な時期にこういう引退会見をしてチームには申し訳ないですけど、この機に本当にねチームが一丸となってトリニタのためにやってくれればいいなと思って発表もしましたし、本当にここで今チームが一丸となってやることが大事だと思ってるんで、自分もね今できることをチームにやっていきたいと思いますし、あと2試合本当に全力でやっていきたいと思います。はい、気になる今後なんですけど、まずは2試合を戦い終わった後にまずゆっくりされたいと思うんですけど、その後は何かこういうことをしていきたいとかこういうことに携わっていきたいというものがあれば教えてください。本当にサッカーだけではなく本当に人間関係や本当にいろんなことを勉強させてもらったんで、サッカーで恩返ししていきたいこともありますし、本当に違うことでもね大分県のためにやっていきたいっていうのは昔から思ってたので、本当に何かしら大分県にね恩返しできていければいいと思いますし、今は本当あと2試合のことしか考えてないんですけど、しっかりその2試合を戦って J2 昇格して考えて今後のことはもっと詳しく考えていきたいなっていうのがあります。17年間で指導者がいろいろあるんですけども、特にご自身のサッカー人生の中で影響を与えた指導者の方とか、ちょっと挙げていただきたいと思うんですけども。いや、本当、自分はいい監督に巡ってきたので、本当に一番最初は石崎監督でしたし、本当にその1年目、2年目がなかったら、自分はここまでできてなかったと思うし、本当に厳しい練習をね、して、そして2年目に新次さん、小林新次さんが試合に使ってくれて、本当に若い時にそういう試合に出て経験できたことがすごく大きかったですし、あとは本当にね、近松監督だったり、みんな本当にいい監督が指導を受けたんで、自分は本当に良かったなっていう、監督に本当に、みんなの監督にありがとうございますって言いたいと思います。チームの方でお願いします。ご自身のオフィシャルブログの方で、またパワーアップして帰ってきたいっていう話があったんですけれども、また、トリニタにまた何かしら戻ってきて、貢献されたいみたいな、そういう気持ちも今ある。はい、それもありますし、本当にトリニタのためだけじゃなくてね、もう本当にいろんなことを経験したいんで、やっぱりまずは、ね、いろんな人とお話したり
いろんなことを経験したいんで、まあ、なんですかね、先のことはまだ考えてないんですけど、今、トリニータが J2 昇格することしか考えてないんで、終わってからゆっくり考えて、今後の第二の人生を考えていきたいっていうのは、今の率直な意見ですけど。すみません、よろしいですか。まあ、残りシーズン2試合ありまして、その2試合出るかどうかというところもありますが、出ても出なくても、あと残り2試合で後輩たちに伝えていきたいこと、あとそれとこれから育ってくる若い選手たちに、どのようにトリニータの何を託したいですか。やっぱりサッカーは一人でできるスポーツじゃないんで、やっぱり今まで経験した中でやっぱりチームのために戦う選手がピッチに出ないといけないと思いますし、そのためにはね、やっぱりコミュニケーションだったり、みんなでそういう雰囲気だったり作ることがやっぱりチームとしての成長につながっていくと思うんで、まずは本当にそういう人のために頑張るとか、チームのために頑張るとか、その好きな仲間のために頑張るとかでもいいだと思いますし、そういうチームワークをね、大事にしてくれるクラブになっていってほしいと思いますし、あとは本当この大分県民の皆さんもね、すごく温かく見守ってくれてるんで、本当にもうチームを愛してるっていうか、大事にしてくれるクラブになって、選手もね、そこから成長していってくれればいいと思います。等身大パネルの、好きな言葉のところに愛と書いてあるんですが、それはどういった愛という、それもありますし、まあ、愛という字が昔から好きで、はい、それをよく書きますけど、まあ、長い期間背番号13番を背負ってきましたが、はい、13番へのご自身の愛着、思いっていうのは何かありますか、もし託すとしたら今のチームで、どうですかね、まあ、僕は背番号を気にしたことはなかったんですけど、最初でも長年ずっとつけていくうちにこの13番じゃないと戦えないなっていうのがありましたし、まあ本当に縁起が悪いってよく言われるんですけど、まあ、僕はもうこの13番じゃないとトリータでは戦えないっていう気持ちでしたね。まあ、本当に23番に感謝しますし、まあ、引退して誰がつけるかわからないですけど、まあ、それは会社の人が決めると思うんで、はい、まあ、つけたい人がつけてもらえればいいと思いますね。僕は誰でも、そこは自由なんで、個人。13に関連してですけど、サポーターに今度最後ご挨拶するのが13日。これは、必然だと思いますか、偶然だと思いますか。偶然じゃないですか。そこはもう全然考えてなかったんで、本当にね、僕は13日になったのちょっとびっくりしてますけど、まあ、なんか縁があったのかわかんないですけどね。まあ、ブログとかはね、一応13時に1時にそういうのは考えてやってましたけど、その引退セレモニーは、はい、考えてもらいました。久しぶりに菊池と申します。チームメートには今週の月曜日にインタビューをご報告されたかと思うんですが、その時の言葉とかですね、チームメートからの反応というのはどういうふうにお願いします。いやもう本当に年取ってから涙もろくなってきて、選手にはね、なかなか言いづらくて、まあ、とりあえず引退をしますわ、伝えました。そのチームメートからの反応というのは何かありますか。いや、本当にびっくりしてたっていうか、多分ほとんど誰にも言ってなかったんで、はい、選手にはもう誰にも伝えてなかったんで、はい、みたいな感じでした。すみません、昔一緒に戦ったチームメートであったり、まあ、今いろんなチームに行ったり、はい、あと代表で一緒になった選手、はい、いろんなところにあの
仲間がたくさんいると思うんですが、はい、彼らにはそれを伝えましょうか。もう伝えてませんね。はい、で、そのブログで発表してから、みんなからね、そういう電話やメールもあって、本当にありがたかったです。記憶違いじゃなかったね。はい、申し訳ないですけど、監督とは確か新人時代監督キャプテンだったっていうような気がしますけども、はい、新人時代というのの今片田さんですけど、はい、思い出と、まあ、そこを踏まえて今が良い形でお願いしたいなっていう後の試合だったんですけど、はい、いやもう僕もあんまり記憶が思い出せないんですけど、監督とは若い頃にやった記憶しかなくて、本当に真面目な方だなという印象で、で今監督としてやってますけど、本当にトリーダーのためにやってくれてますし、本当にすごくね勉強熱心ですし、なんかチームのためにやってくれてるんで、監督をね男にして実にあげたいですし、本当に監督のサポートはね、あと2試合ですけどできるように準備はしていきたいなと思います。特にその新人の時に言われた言葉だったりとか、そのどんな姿勢、どういう姿勢を見てこう学んだのかとか。いやもう本当に記憶が本当にあんまりなくて、まあ、自分も本当にまだペーペーの新人だったんで、やっぱり監督とか加藤さんとか実績ある選手だったんで、ね、なかなか自分から話しかけていけてるタイプじゃなかったですし、本当に、ね、フォロー選手の頃の一緒にやった記憶はもうないですけど、まあ、すごく長い間このクラブの浮き沈み一緒に経験してきたと思うんですが、その中で一番、しんどかったこと、そして一番報われたな、嬉しかったなと思って。いや、一番しんどかった時は本当に J2 に降格した時ですかね。あの時は本当にね厳しかったですよね。やっぱりもういい選手もいましたし、やっと苦労して先輩方が J1 に上げて、で J1 定着して、やっと上位を狙うっていう時だったので、本当にトリータもねクラブとして成長していた来ていた段階だったので、その年に落ちたのは本当に悔しくて、あとは本当にもう何も考えられない時期でした。まあそこから嬉しかったって言ったら、やっぱりナビスコ本当タイトル取れたことが一番本当に恩返しできたっていうか、その今まで関わってくれたね選手や、まあ、サポーターにもそうですし、本当に皆さんにちょっといい報告できたっていうのがありましたね。2009年に主力選手がいろんな事情で退団した中で、まあ、同志社に残られたというところで、先ほど少しおっしゃいましたけど、そうですね、引っ張っているというところで、それを具体的にどういうふうな思いで支えて、でまた J1 の日にしましたが、そこまで持っていったんでしょうか。はい、まあ、その当時、本当、経営がね、そういう段階っていうか、そういうことになってるって選手は知らなくて、で社長から報告を受けて、選手は本当にびっくりしたのを今でも覚えてますし、その時にやっぱり、まあ、自分は本当に J2 に落とした責任を感じてましたし、自分がね早くから残留して J1 上げるっていうことを言えば、ね、残ってくれる選手もいると思ってたんで、まあ、そこでちょっとでも残ってくれればいいなと思ってたんですけど、やっぱりそこのね、なんて言うんだろう、
経営の方が本当にひどかったの、苦しかったので、やっぱり出て行って自分のね、移籍金とかでチームに転換じゃないですか、できればいいなっていう選手もいましたし、出て行きたくて出て行った選手は本当にいなかったんでね、まあ、本当にそこは悔しかったですけど、まあそういうことが多々あったので、自分は本当もうそいつらのためにも絶対G1に上げてやろうという気持ちでやってましたね。質問とは何でしょうか。よろしいでしょうか。そうそうそう、プリで3人1回ということなんですけど、はい、ますけど、ここで議論してですね、で3人1回のあるべき形、このプリミー会としてどういう形で、先ほど一番のことをおっしゃいましたけど、という形で3人1回という形で作り上げていきたいと。うん、そうですね、まあ、そこは本当に他のクラブがどうか分からないですけど、僕だとやっぱり選手だけじゃ絶対戦えないクラブだと思ってるんで、やっぱり皆さん、本当県民の皆さんだったり行政の方だったり、みんなが鳥居のために応援してくれて成り立ってるチームだと思ってるんで、そこは選手も絶対感謝しないといけないと思いますし、まあ、本当に選手はね、ピッチで結果を出すのが仕事だと思ってるし、そこは本当にね、J1 まで上がるためには、僕たちだけじゃなくて、県民の皆さんの力と行政の力を借りて、戦っていく、コミュニケーションを取っていく、チーム作りをしていかないと。トリータのだけでやるとかじゃなくて、県民の皆さんも力を借りて、みんなで本当にトリータがいいブランドじゃないですけど、それで経済効果が上がっていくようなチームになっていければ、もっと大分県も盛り上がるし、九州も盛り上がると思うんで、ナビスコカップ優勝した時みたいな、またみんなで喜べるようなチーム、あ、県、大分県民が一体化になるような、またああいう感じを作り上げていければ、もっともっと盛り上がっていくと思うので、そういう雰囲気じゃないですけど、作りをしていければいいなと思います。ユータ放送の佐藤です。今日、昨日ブログなどでも、まあ、引退が表明されてましたけども、今日改めて会見の場で今、されて今の率直な気持ちはいかがでしょうか。いや、もう本当涙を我慢している感じですけど、今はこういう時期が来たんだなっていう気持ちです。今本当に率直にと、テレビではいろんな人の引退の会見を見ましたけど、自分がとうとうこの場にいるんだなっていう気持ちです。昨日はデブれました。昨日はそうですね、デブれました。今日なんかまあいろいろ考えるいうことを考えてたんですけども、皆さんの顔を見たらちょっともう飛んじゃってなかなか、はい、もうメディアの皆さんにもお世話になってたんで、やっぱり見てしまうとちょっと飛んじゃって、あんまり出なかったですね。よろしいでしょうか。では以上にて高松大臣引退会見を終わらせていただきます。改めて本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。はい、引き続き高松大臣と大手組長よろしくお願いいたします。この後あの写真撮影に移らさせていただきたいと思います。ちょっと会場の準備をいたしますので少々お待ちください。